なんかも非常にいいんで、はい、そこから、下のパンチはそういった世界チャンピオンに割って入るため、今日世界前哨戦戦っています。ワーパッシュワータースポーツ。Matapos maging WBC Asian Boxing Council Continental Light Flyweight Champion ng tubong Bayugan Agusan del Sur na si Jason Vison, nang talunin ng Indian boxer na si Nutlay Lal Byakima ay umakyat na ng timbang ang may alias na striker mula sa light flyweight papunta sa flyweight division para kalabanin ang Hapon na si Sigo Yuri Akui. Bago ang kanilang laban, ang ating kababayan na may kartadang 10 panalo, 5 dito ang napanalo niya via knockouts, walang talo at may isang draw. Habang ang Hapon naman ay may kartadang 17 panalo, 11 dito ang napanalo niya via knockouts, may 2 talo at isang draw. Panoorin po natin ang kanilang naging bakbakan. 621回ダイナミックグローブメインイベントフライ級の10回ターユーリアクイセイゴの世界前哨戦です。まずは右大きく伸ばしていきました赤のグローブがユーリアクイセイゴです。現在 WBA フライ級の1位に名を連ねています。今日の対戦相手は青のパンジェイソン・バイソンです。この試合も引き続きもっとお届けしてまいります。セレさん、はい、まずはこのユーリアクイの世界前哨戦、どんなところを期待しますか。パンチは、ね、もらわずに、ね、あの勝利してほしいですね。パンチをもらわずにですか、はい。山中さんは今日の試合どんなところを期待しますか。はい、選手あの一発のパンチ右ストレートなんてすごく右ストレートを中心にここまで 11KO を積み重ねた役位成功です。まずは左のジャブから右のストレートを一発出しました。コーナーを背負わせた。ただジェイソン・バイソンも左を一発返してきます。 11KO のうち9つが第1ラウンドでの KO です。決定戦を制しました矢吹正道のことも1ラウンドで倒しています。2011ラウンドで終わらせている有利役位成功です。左を伸ばしていきます。今日が文字通り世界前哨戦、矢が赤の有利悪意です。後楽園ホール静けさの中に見つめていくのが有利悪意、右を伸ばしていく。あ、今一発入りましたね。やっぱあの体の馬力パンという点では、ね、やっぱ有利選手が、ね、1枚上ですね。左を伸ばしてきた、大きく右を振ってくるこのジェイソン・バイソンです。的な動きをするという話もありましたが、はい、そうですね、あの、まあ、あの本当にディフェンスには自信があるんですよね、うん、ただということで、はい、少しあのガードではなくガードを上げたり、ええ、ディフェンスの意識は高いですよね。そのあたり有利悪意に対して対応してきましたジェイソン・バイソン24歳です。まあ、スピードは、ね、あるんですけど、はい、若干、ね、パンチがちょっとオープン気味ですね。ああそうですか。そのあたり有利悪意からしますとどのように対応していくといいでしょうか。しっかりブロッキングをすればね。それここまで11人のボクサーを沈めてきた右ストレート伸ばしていきました。世界前哨戦得意な第1ラウンドパンチを伸ばしていきます。右を返してきた。さあ第2ラウンドが始まりました。お互いジャブを伸ばしていく第2ラウンドです。できたジェイソン・バイソンです。僕は全てのパンチが得意ですとそう話していたジェイソン・バイソン、ここまでは11戦10勝 5KO1 引き分けがありますのでキャリアの中ではまだ山崎さん、はい、その青バイソン陣営1ラウンド中よく聞こえたのはゴーロー下に打っていこうと。セレスさん、このジェイソン・バイソン下も、ね、打っていこうという意味じゃないですかね。あそうですか。ここは左そしてナイストレートを伸ばしていきます。スタートから、向けるの決めるなんかも非常にいいんで、はい、そこから、下のパンチ右ストレート以外に下つなげて、こう右ストレートを当てて、まあ、より本人も右ストレートにつなげる左ジャブを磨いてきたという今日の話です。まあ、すぎず離れすぎず、はい、いい距離ですよね。自分のパンチが当たるけど、相手のパンチはよく見えるという距離ですよね。ナイス、いいパンチが当たりました。拍手が起こった後楽園ホール今日のメインイベントです。岡山の倉敷森安ジムに所属しているユーリアク・イセイゴ、左のボディですね、はい、世界を見据えて左を磨いてきたというユーリアクイです。ここも左を出していく。ナイスを見せたユーリアクイ。ただジェイソン・バイソンもガードの上から細かく当ててきます。左のボディ陣営からです。ナイスシャブですね。あ、カウンターが当たりました。さあ相手を下がらせたユーリアクイ、秒ちょっと顔をしかめたかジェイソン・バイソン、ギアを上げてくる。ガードになしてここで第2ラウンド立ちはだかっています。この連打回転率の高さを見せつけてきているジェイソン・バイソンです。
2019年に日本フライ級王座決定戦を制しまして日本チャンピオンにジムのホープ桑原拓、そして先日引退を発表してに専念しています。ここはジェイソン・バイソンがギアを上げてきました。上下の内訳ユーリアクイが見せます。山崎さん、はい、赤のユーリアクイ陣営ですが左のジャブをかなり高評価しています。そして距離が近くなった時は落ち着いて距離を取ってもいいという声です。ああそうですか。今も左のジャブを出しました。山中さん、はい、陣営としてもこの左のジャブはいいという評価ですね。そうですね、あのプレッシャーをかけ、勢い評価されるがぜひ左を見てもらいたいと本人も話をしていました。左のジャブをまた出していきます。プレッシャーかけてますから、はい、あのジェイソン選手はちゃんと打たれなくても疲れる状態でいるんですよね。あそうですか、はい、ですがこの場面ではバイソンにプレッシャーがかかっていると。そうですね。まずは出してくるバイソンです。現在 WBA のフライ級1位に名前を入れているこのユーリアクイ聖吾です。サセルさん、このままいきますと現在指名挑戦者の位置にもつけています。今後世界を見据える位置だと思いますが、サセルさん今後のことですよね。はい、アイスボディ、あのボディのタイミングいいですね。ボディに、ね、近づいた時の痛みでこのボディを打つことで、うん、またなかなか前来れないんですよね。あーそうですか。プレッシャーをかけ続けているユーリアクイ聖吾です。勝利だけではなく内容が求められる世界選手、タイミングを伺っているのはジェイソン・バイソンです。右を大きく振ってきたジェイソン・バイソン、差し合いになりました。ライトフライ級の16位、世界ランカーでもあります。キャリア無敗のフィリピンの選手を相手にやはりジャブを先ほどのラウンド高評価していますいいという声が次から飛んでいます。ああそうですか。やはりこういった方の青バイソン陣営ですがラウンド間に両と頻繁に声を大きく聞きます。ああそうですか、まあ、陣営もこの辺り劣勢というのは少しでも、ね、数ですね、当てる数を増やしていく。あはい、山中さんも今うなずきを見せましたが、はい、そうですね、まあ、ただこの、4回に入ってから阿久木選手より、に有効なんで、ジャブからどんどんパンチが、この左を出していく見据えて、ああここの左ボディです。ナイス右を打ちます。現在 WBA1 位に名を連ねているユーリアクイ、さらには同い年のサニー・エドワーズが IBF 君臨をしています。入ることができるかどうかユーリアクイ。さあ手数は出してくるバイソン、ただコーナーに追い詰めた。ギアを上げるか、クイッ、いいパンチが出た、右ボディ、さらにダメージを与えていく。第5ラウンドのゴングが今響き渡りました。左のジャブを先に出したのはユーリアクイ聖吾です。ユー選手、徐々にパンチが当たり、何を打ってもパンチ返されるんで、はい、少しね、嫌になってる部分もありますからね。あーそうですか、はい、まだこの子ね、感じていると思うんで、うん、より疲れは、うん、出てきますよね。言ってますよね。はい、山崎さん、ええ、やはり赤のユーリアクイ陣営ボディを高評価ですね。近い距離で左のボディを打っていこう、そう話しています。はい、まさに陣営の言葉をしっかり聞いているでしょうか。パンチは見えてもらっているのもらっているガードレガーなので、ダメージというのでもないでしょうね。ああそうですか、はい、ここも左のボディ、手数を増やして心を折りたいですね。山中さん、このボディの後に続けられないように、はい、距離でももちろんうまく戦えてはいるんですけど、はい、距離先月日本のベルトを返上しました。世界挑戦に専念するこのユーリアクイです。呼吸が荒くなってきました。リング横まで聞こえてきます。あーそうですか、少しさあ少しの反動というのがあるでしょうか。そもあるでしょうし、はい、まあ、カウンター右を合わせました。そして右のボディです。ユーリアクイ苦しめています。ここも左のボディ合わせていきます。フライ級の10回戦、セレさん、ここまでの5ラウンドというのはセレさんどうご覧になりますか。まあ、受けているんで、まあ、このラウンドから、いいタイミングで右を当てていきたい、うん、このユーリアクイ。まずはコーナーに追い詰めた、うん、右当てる、はい、今日アクイ選手の左が本当にいいですよね。ああそうですか、はい、これまでの KO の大のジャブ、まあ、さらには左の上下の内訳に取り組んできました。右大きく振ってきたバイソンです。山中さん、このユーリ、はい、のボディ攻撃もいいですし、あのガードもしっかりしていますし、うん、戦い方と質は非常にいいですね。はい、役位左当てる。さあ右で顔をこづきました。
ちょっと嫌がってるのはバイソンか。ボディを返してくる。ごまかしてますからね。稼いでるというところでしょうか。一度左で当ててきます。少しね、ロープに詰めてね。はい。世界前哨戦ではなく内容が求められる今日の一戦です。さ、手数を増やすことができるかどうか。距離を取ってくるバイソンです。左のボディ。ここまでプロキャリアでは2敗と、さらには5年前に戦った世界ランカーとの2敗しかありません。ユーリアクイ聖吾です。すごく刺激になった。自分も続きたいと意気込んでいたユーリアクイ。第6ラウンド、手数を返して明らかに嫌がっているのはバイソンか。左のジャブから右ストレート、距離を詰めた。ここで第7ラウンド、ゴングが鳴らされジャブを繰り返していきます。試合を通してのユーリアクイが下がるというシーンはほとんど見られません。です。5回目ユーリアクイ。WBA、はい。ああ、そうですか。はい、そのあたりでのは自信で気持ちの焦りとか、ね、はい。山崎さん、赤のユーリアクイ陣営ですが、とにかく落ち着いて。今展開的に今一方的になってますから、はい、どうしても、ね、選手としては、ね、綺麗に倒して倒そうという、ね、気持ちが出ます。いいですよ。左から右コンビネーションを見せる。当たった時どれだけ、ね、パンチ消えのボディ。この後さらにパンチを生かされています。右のボディです。距離が縮まるとホールド、ホールドと接近戦を嫌がっています。ああそうですか。ここも左のボディ。世界戦に向けて磨いてきた左の WBA ウクライナのダラキアン、さらにはエドワーズといったそういった世界チャンピオンに割って入るため今日世界前哨戦戦っています。さあパンチを返していくのはバイソンです。バイソンパンチはしっかり返してますけど、もういっぱいいっぱいというところがありますので、ね、さあ第8ラウンドのゴングが鳴りました。左のジャブから入りましたユーリアクイです。右を当てていく。お互いの左側に持ち込めるでしょうか。第8ラウンド、今日のメインイベントは10回戦。このバイソンを沈めることができるかどうか。ユーリアクイ左を当てですね、セコンドも行きますけど、はい、ここで左のジャブというのもどんどん出してもいいと思いますね、はい。まあ、バイソン選手も、ダメ、まあ、いいパンチが当たればまとめてもいいと思いますね。バイソン選手、はい、手数はバイソンです。ここも右を振ってくる。細かく現在 WBC ライトフライ級のアジアチャンピオン、そしてライトフライ級の16位の狙いすぎている感じがするので、はい、ガードの A でもいいので少し手数をまとめたいです。行こうという声がかけられていたユーリアクイ、非常にやはり内容というところで、うん、そうですね、ナイスというところあるんですよ、ね、ナイス、はい、取っていきたいですね。さあ、うん、ロープを背負わせた、コーナーを背負わせた。そうですね、あの右にストレートが当たる距離、あの距離でどん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 打ち込むというのもいいかもしれないですね。はい、現在27歳、さあ息荒くパン。2022年の12月ル家族に向けて勝利を届けることができるかどうか。ユーリアクイコーナーを背負わせた。さあ相手の心を折る残りの2ラウンドになる。一つバレできるかどうか。対戦相手にキャリア初の黒星をつけて心を折ることができるかどうか。左のジャブ、右を振っていく。ギアを上げてくるの左のジャブ、右ストレート、左のボディから右ストレート。セレさん、この辺り少し手数増えてきました。やはりもう一つ手数を増やすというところでしょうか。第9ラウンドも残り半分。この後ですね、もうすぐリターンしたいですよね。ここは右合わせていく。もう一度行きたいですね。さあ下がったバイソン、倒せますよ。リングに沈めることができるでしょうか。
どっかでちょっとまとめてほしいですね。はい、リターンして、また後楽園ホール、うん、ここまとめていきますよ。いきます。最上がっている、上がっている、チャンスですよ。キャリアのハイの世界ランカー沈めることができるかどうか。チャンス、チャンス。岡山から世界ジェンス挑戦の有利役員、まとめ切りたいですね。まとめ切りたいですね。まとめ切れるかどうか有利役員。左右ストレート振り下ろ、右のボディストレート、確実にダメージです。さあ世界前哨戦ラストラウンド、有利アクイリソンバイソン、セレさん、この第10ラウンドもう倒しきるかというところでしょうか。そうですね、パンチもうガードレードでいいからウッともう諦めると思うんですけどね。ですけど、はい、もう本当に手数をしっかりと出して左です。ここも細かく当ててきます。ナイスホール、いいでしょうか。そうですね、ダメージは有利選手はほとんどないと思うんで、はい、まあ、近い距離でも離れたパンチをどんどん打ち込むことが必要ですよね。はい、さあラストラウンドも残り時間半分を切っています。3度目の日本タイトル防衛となりました古川拓也との試合でも不意をついてきたこの接近戦を制しての日本、数々の強者を倒して守ってきた日本のベルトの返上、そして世界に羽ばたこうというまではキャリアで負けがありません。10秒、倒しきれるか有利悪意聖護、左のジャブからコーナーを背負わせた、ナイスボディ来ましたよ。岡山のジブから初めての世界チャンピオンへ、世界の頂に近づくためにこの前哨戦フルラウンド戦い切りました。Matapos ang 10 rounds ng umaatikabong bakbakan, ay idineklarang panalo ang Hapon via unanimous decision. Ang nakakapagtaka nga lang po ay ni isang round ay walang nakuha ang ating kababayan, na parabang suntok lang ng Hapon ang inaabangan at pinapanood ng mga hurado. Ano ang masasabi nyo dito, mga idol?